さんのおめでとうありがとうございました。ありがとう、嬉しかったです、本当に嬉しかったです。なんか嬉しすぎて、あのお昼もだし夜もなんかいくつか何度か泣きそうになったところがあって、でも涙はこぼさないと思って我慢したんですけど、改めてね、なんかこう現場でお祝いしてもらったらもうすごい本当に嬉しくて、そのあ本当に決勝行けたんだって実感して今日、うん、なんかあんまり受け入れられなかったけどこの結果が、今日公演してみんなの顔を見て本当なんだって思った、現実でした、うん、そう見送りでもだし自己紹介の MC もすっごいなんか伝わってきて、皆さんが喜んでくださっていて本当に嬉しかったです。うん、本気で泣きそうになった自己紹介の時そうでもね、あの泣かなかった。あのね、セカを歌ってる時も夜とか泣きそうになったしそうそう、すごい幸せでした。今日お祝いしてもらったのもそうだし、でも今日の MC でもいろいろお話があったと思うんですけど、その決勝の曲もうね、予選終わってから毎日毎日ほぼずっと考えてて、そのロケの日も移動中とか休憩時間ずっと曲聴いたり、あの曲のこと考えてて、いろんな人に聞いたりして、今日もメンバーに会えたから、あのいろいろいろんないろんな意見を聞いて、うん、一日かけて、そうで、みんな本当に親身になって相談に乗ってくださって、そうメンバーも、うん、でね、まだこう実際にこれからカラオケでカラオケ行って歌って決めようかなとは思うんですけど、大体、うん、こういうの歌いたいなっていうのはもう、まあ、まあまあ決めていて、そうでもこういろいろなんかね、そのあるじゃないですか、明るい系で行くとかしっとり系で行くとか、アップテンポなのかバラードなのかっていろいろめちゃくちゃ選択肢が無限すぎていろいろ考えてます。その明るい方もなんかしっとりな方もいろいろ考えてるんだけど、なんか私は結構最終的にはあのまだわからないけど、全然決めてないから、でも自分で思っているのはなんか結局自分らしさが出る曲がいいのかなっていうのは思っていて、うん、その今回初めてだし、ね、あの予選であの自分の歌がこうどういう風に評価されたんだろうとかいろいろ分析したんですよそう、なんかしたら多分今の自分はこうめちゃくちゃ難しいことをするより多分自分のこの思いを乗せて自分らしく歌うのが一番いいんじゃないかなって思ってて、うん、そう、
でもまだ仮の仮の仮なので、これから歌ってみて人に聞いてもらうのも必要だと思うから、メンバーに聞いてもらったり、して決めると思います。本当いろんなことを考えてますバンドだから、そうそれとかバンドだからっていうのと、あと見に来てくださる皆さんがいるわけだから、どれだけこう巻き込めるかとか、やっぱ今自分で言っててそう考えたらまた考え直したくなってきた。また悩んできたんですけど、そうでもね、自分らしさは出したいけど予選とも違う私を見せたいっていうのもちゃんとあります。私はね本当に歌が上手いわけじゃなくて上手くないんですけど、でも総評こうね評価していただいたということは、これはもう初めてだし、なんか自分らしく歌えということなのかと私は受け取りまして、決めますそう、そう衣装ね、衣装なんだけど、衣装もねとか髪型とかも大体イメージも今してて、まあ曲によって変えたりはするんですけど、タワーは、あれ？いいの？タワー来ました、ミッタンタワーありがとう、ありがとうね。今日は公園もお花もありがとう。斜め押し一同よりもからもお花いただきました、タワーありがとう、嬉しかった、持ってきた、ほんって玄関にもうお花をいけました。嬉しい、お花でいっぱいになった、またもうね置ききれなくて、お部屋の中にもね飾った、お花、そうで来週からの日々は私はもう本当に歌のことを考える日々になりそうです、いっぱいカラオケ行って、はあ、もうどうしよう、私あと1ヶ月ちょっともう気が気じゃない、毎日が、そうだから私多分この1ヶ月ちょっと結構もう気持ちが多分すり減る、心臓すり減る思いで過ごすことになると思いますので皆さんどうか私を癒してください。そう多分本当私結構今追い詰められてて、もうすでに、本当にまさか、いやまさかの決勝は本当にいけると思ってなかったから、もうすり減ってきてるんですけど、だいぶ
そうだからね、できるだけ公園とかでも会いたいなとか思ったり でもいっぱいいっぱい練習すれば、うん、大丈夫だよね。多分それが一番大事だと思う。もうとにかく不安がなくなるくらい、自分がいけるって楽しいと思えるくらいまで練習します。この1ヶ月ちょっと、うん、もう毎日欠かさず、まず声出しとか、あと筋トレ、トレーニングも欠かせずやります。1ヶ月ちょっともあるって思って、逆に、それで頑張ります。そうだね、もう歌唱力終わった後、私もすごい多分空飛んじゃうかもしれない、もう。でもね、あのいい結果にのを残せるように、せっかくなら、せっかく出れるんだから、うん、そう、まだ時間はいっぱいあると思って頑張ります。はい、実際まだめちゃくちゃありますしね。そう、でも公演とかも頑張って、個人仕事もいっぱい頑張りたいし、この期間ね、なんか何かを頑張ることがあるって私はすごい幸せだから、そうテンション上がります。うん、そうね、だから7月の23はね、ぜひ決勝来ていただきたいなって思ってます。あー、考えるだけ震えてきた。多分いっぱい練習したらきっと大丈夫かな、きっと大丈夫。大丈夫だと思う。大丈夫、大丈夫。そう、今日の公演はお昼ハーフツイン、ストレートのハーフツインにして、夜はこの編み込みハーフアップにしました。めっちゃ可愛いよね。どっちも超お気に入りです。そのお昼のハーフアップ、ハーフツインだ、ハーフツイン、ストレートハーフツインもあれめっちゃ似合ってますよね。そう、似合ってるって思ってた。でも今日のこの夜のこのハーフアップ、編み込みハーフアップもめっちゃお気に入りで、そう、これ大人っぽくてめっちゃ可愛いんですよね。うん、似合う。今日はこっちに髪の毛を残す感じにしました。最近上げがちだったなと思ったので。可愛いよね、どっちも可愛いよね。髪も伸びてきたな。嬉しい、ギフトありがとう。今日は30分くらいで終わろうかな。ちょっとね、また曲を聞きたいな。曲も聴かないとまた。そう。ふう。なんか今日なぜかね、歌うのちょっと緊張したんだよね。ちょっと自信なくなっちゃった。いいのかなみたいな。ネガティブすぎる。よくないよくない、ね、これは嘘です。堂々と歌いました。はい。
丈夫かなこの歌、この歌って思って、でもねすごく気持ち、あのなんか気持ちが強く、何こもりましたこもりました歌に気持ち入った。でも緊張してた、うん、緊張した。なんかなんとなくそう、だってさ絶対こう歌をなんか歌気になるじゃんきっとそうみんな多分聞いてくれると思うから、よく自分の歌、今日は特にそうだから、こんな歌って大丈夫ですかと思いつつでも自信持って歌えた今日は、うん、そうなの、あのね今日もすごいお司祭が多かったよね、多かったですよね、そう多かったんですよ、もう嬉しかった、コールも大きくて、はぁみんなありがとうって思っちゃって、やっぱりね、やっぱり最近増えてて、またね今日新しくこうユニットだけとかでもだし全体曲でも、あの私の推し祭また新しく振ってくださる方も増えていて、うん、これね今日はナナミ推しの皆さんも結構集まってきてくれてたいやね、そうみんな来て昼夜、昼夜で通してね、あのいっぱいいました、嬉しかった、うん、安心って思って、そう多かった、しかもね今日結構固まってたよねでも多分その固まってるってことはなんか多分それも増えたってことなのかなって、私はポジティブにすごい嬉しくなっちゃったんですけど、そうそう、うん、そんなんで多くてなんか、あ幸せって思った、うん、こうちゃんと目を合わせてね、みんなと楽しみました、なんです、だからあのね SNS のフォロワーさんも結構歌唱力終えてから増えてて、多分他の48グループのファンの方からもフォローいただいてて、そうあとねあのね前 NST さんのその YouTube で STU48 それめっちゃ似てる、 STU さんのその 2.5 期生の皆さんとコラボ配信させていただいたじゃないですか、そうで今回歌唱力もあてかめちゃくちゃ歌うまいんですね、いや知ってたんですけど知ってはいたんですけど、やはり改めて見たらめちゃくちゃうまくて、そうあの ST2.5 期生の方も結構こう予選なんか勝ち進んでいる方もいらっしゃったりとか、メンバーさんで、そうそれでその STU のファンの方がその配信をきっかけに私のことちょっと知ってくださったとかの方からもいろいろありがたいお言葉をいただきました、うん、あ配信なんかコラボしてた子だみたいな、あそうなんですよ、あの時ありがとうございましたって思いながら、うん、そうなんです、そういうつながりも嬉しいなと思いつつ、ね、まさかね去年だよね
去年か今年か、いや去年か、なんかコラボ配信してたのに、その来月はこう同じステージに立って戦うんだって思うと、なんかああって思って、戦うんだって思っちゃった、うん、そう、思っちゃいましたね。ね、でもお会いできるの嬉しいですよね。嬉しい。そうなの。でもね、ちょっとほんと決勝大会だけはあのオタクを出さないようにします。私もそれどころじゃないと思うし、さすがに終わったら出しちゃうかもしれないけど、だからあの本当に集中して頑張ります。でもそう、またお会いできるのは嬉しいです、うん、そうです、封印して自分とこう瞑想してます、うん、憧れのやめましょう。確かにそうですね。決勝大会、まあ、いろんな48グループの先輩や、でもすごいね、 AKB さんのもう超すごい選抜メンバーの方もいらっしゃいますし、でも来その4月23だけは憧れるのをやめましょう。刺さるわその言葉、刺さりますね。舞台裏撮影、え、それ多分ダメだと思う私。ブルブルブルってブル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 って、うん、震えてると思う。困っちゃうわそれ。あ、ここまっすぐだ。取れたのかな巻き。そうだね、確かに私もいつか憧れられる人になりたい、うん、いやどうなるかな、もう想像もしたくない、考えたくもない、怖くて怖くて仕方ないです、うん、怖くて今はとっても怖いです。本番がまだ何も曲も決まってないからさ、そう、ドキドキですが、うん、頑張りますし、今日は公演ありがとうございました。改めまして、じゃあ配信はこの辺で終わります。いやそうだよね、確かに、ちょっと待って、なんかさ、そうだよ、初めてあのステージに立てるんだから、なんかもうそれってすごい嬉しいじゃん。だからさ、もうあんまり結果とかそういうの考えるのちょっとやめよう。だって実際予選もそうだったから、予選と同じ気持ちで挑みます、うん、よし楽しみます。ふう、そう思い込もう。じゃあランキング読みます。73位、まこちゃ
ありがとうございます。13位、みちおちゃん、ありがとうございます。12位、たけとも、ありがとうございます。11位、りょうすけ、ありがとうございます。10位、しんご、ありがとうございます。9位、お酒、ありがとうございます。8位、せってんがー、ありがとうございます。7位、たかのん、ありがとうございます。6位、はる、ありがとうございます。5位、スキャット、ありがとうございます。4位、まる、ありがとうございます。3位、ふうか、ありがとうございます。2位、日焼け、ありがとうございます。そして1位、今日はタワーもありがとう、みったん、ありがとうございます。じゃあまた配信するので来てください。今日はお疲れ様です。私もお疲れ、楽しかった。じゃあまた配信します。ありがとう、お疲れ様、おやすみなさい、またね、寝る。